令和4年7月26日、阿蘇市内の小中学生らが参加して、子供が考える魅力ある学級学校づくりキャラクターサミット会議が開催されました。これは学校や地域の活性化につなげようと、昨年に続き阿蘇市教育委員会が主催したもので、阿蘇市内8つの小中学校から、 代表の児童生徒22人が参加。現在、新型コロナの感染者が増えていることから、各学校をオンラインで結んで行われました。会議では、まず、坂梨孝一教育長が挨拶。次に、参加者の自己紹介や、各学校のキャラクターが紹介され、昨年度の取り組みを振り返りました。そして、今年度、 阿蘇市の小中学校全体で取り組む行動目標について話し合い、提案された内容で既でに取り組んでいる学校からは、より良くするための具体的な工夫が紹介されたり、他にも学校の規模にも配慮すべきなどの意見が出され、活発な議論が行われました。その結果、今年度は、1分間スピーチ、ひかれあそっこカード、学校内での交流、 学校同士の交流、地域の方々との交流の5つの取り組みが決定しました。